おはようございます。おはようございます。今日はですね、焼きそばを作っていきたいと思います。焼きそば好きですか？そうですね、はい、好きです。何入れます？焼きそばに野菜と肉と、まあ、卵とかですか？目玉焼きみたいな。なるほどね、はい、確かに入れても。でも僕あの卵別にそんな好きじゃないんで。ああ、そうだ、はい。今日そうですね、野菜と肉だけですね。シンプルな、はい、シンプルな、はい、焼きそばを作っていきたいと思います。じゃあ食材なんですけども、はい、あのちょっとあの一個重大なミスを犯してしまいまして、はい、焼きそばなんですけど、はい、そばを買うの忘れてきまして、はい今日焼きですね。焼き、はい、これもまた新たな挑戦なんじゃないかなと、はい、なので今日はあの焼きを作っていきたいと思います。はい、まあもうこんなものはね、適当でいいです。はい、はい、もう適当に切って、まあ、手際よく、まあ、恋愛と一緒ですね、はい、手際よくもたもたしない。ああなるほど、はい、ポリ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 じゃあ、まあ豚バラは油が多いので、はい、まあ油とかそんな引かなくていいかなと。なるほど。まずはやっぱお肉ですね。まあ、今日は焼きなんで、はい、そんなにあの言うことありません。あ、そうですね。まあ、はい、まあ、焼くがメインですね。うん。焼いてください。はい。ね、恋愛と一緒。焼いちゃうよね。ああ、そうですね、焼くっていうこと、はい、これが本当の焼きそば。じゃあ、はい、お野菜入れていきます。はい、なんかやっぱ焼きそばってさ、野菜多い方が嬉しいよね。まあ、うん、そうですね。なので今日はあえて、麺を抜きでやってます。はい、あえて、あえて、そうだね。ないないっていうか、あ、まあ、あれ使わない。あるけどあるけどやっぱ素材の味をこう楽しむ、はい、もう焼きなんでね、またコンセプトが全然違うので。そうですね、ドレッセが終わりました。はい、それでは、焼き、いきます。うん、おいしい。あ、ほんとですか。なんかあの、うん、野菜と肉と塩の味がするね。うん、かなりおいしいね、これは。うん、ソース入れたいな。いいよ、麺は最悪なくても。はい、ソース入れたいな、これは。ソースが欲しかった。またリベンジしたいと思います。皆さんもよかったら作ってみてください。